こんにちは。今回は発展的な論の展開、じゃんけんはなぜグーチョキパーの3種類なのかという説明文について学習をしていきます。よろしくお願いします。それでは早速、今回の学習の目当てです。序論、本論、結論の論の展開を確認し、本論の書き方にどんな工夫があるか考えながら説明文を読もうというものです。序論、本論、結論については中学校1年生の時に学習をしたと思いますので、その内容を思い出しながら学習を進めていきましょう。それでは論の展開についてということで、今回のじゃんけんはなぜグーチョキパーの3種類なのかという説明文について、序論、本論、結論の3段構成になっているということを確認をしてください。こんな感じです。序論は背景説明をして問題提起をしています。本論は本論1、2種類だとどうか、本論2、4種類だとどうかという内容が説明として書かれています。そして最後、結論の部分では問題提起に対する答えというものが最後にまとめとして書かれています。さあ、1年生にあった内容と何が違うのかというと、本論の内容に注目してください。ここがちょっと発展的になっています。説明の中心となる本論で問題提起の答えを導くために段階的な問いを用意しています。序論のところで問題提起、問いかけの文を用意しているのですが、本論、説明の部分でも2種類だとどうか、4種類だとどうかという新たな問いを用意していることで、本論の中身についてより詳しく発展的に学習をすることができます。それでは本論の初めの一文に注目してみましょう。今回の文章で注目してほしいのは本論の一文目です。重要な条件は平等であることだということが書かれています。この一文に注目をすると、じゃんけんは平等であることが一番大事だということになります。しかし本当に平等であればいいのでしょうか。少し内容について深めていきたいと思います。教科書の後ろに5種類、7種類のじゃんけんについても考えてみようという内容がありますので、ここでまとめてみたいと思います。この表を見てください。5種類のじゃんけん、グーチョキパーにピンと3というものをつけたものになります。この勝ち負けの表を見てみると、どの手を出しても2勝2敗1引き分けとなり、平等であることが言えますよね。7種類だとどうでしょうか。グー、チョキ、オー、バン、パー、ピン、サンという7種類ですが、こちらもどの手を出しても3勝3敗1引き分けで平等というふうに言えます。しかしこれ使いますかというと、誰も使っているのは見たことないと思います。これはどの手も平等であるが、しかし勝ち負けが瞬時にわからないので実用性が低いからだというふうに言えるのではないでしょうか。さあ、今回の学習のまとめをしていきたいと思います。今回の学習は表でまとめてみました。本論に書かれている内容について、じゃんけんは平等であることが重要な条件だというものに対して、2種類や4種類について確認をして平等ではないことを説明しています。だからじゃんけんは3種類が一番良いですよねという結論になっています。ここで皆さんはより発展的な考え方をしてほしいと思います。5種類と7種類だとどうだったのかということを先ほど確認しましたので、右側にこういったものを足してみるとどうでしょうか。5種類や7種類は平等ではあるが、手が多く複雑なため瞬時に勝ち負けが理解しにくい。だからじゃんけんは3種類が一番良いということですね。平等であることが重要な条件なのには変わらないのですが、平等であれば何でもいいというわけではないということになります。こういった形でまとめると、なるほどというふうに理解が進むと思います。さあ、ということで発展的な論の展開ということでじゃんけんについて説明をしていきましたが、いかがだったでしょうか。じゃんけんについていろんなパターンがあると思います。
今回は5種類と7種類のじゃんけんについて説明していきましたが、6種類や8種類についても考えてみると面白いかもしれません。ぜひいろいろ考えて、じゃんけんについてもう少し深めて考えていくといいですね。それでは今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。